はい、どうも、バイス TV です。こちらのメイト X、買って1年以上経過していることに気づきました。びっくりですね。年取ると1年の速さに愕然とします。赤ちゃんだったらこれを60回繰り返すだけで還暦ですよ。世界最高齢の日本人女性が119歳で亡くなったなんてニュースが今日出てましたけども、まあ私自身はね、そこまで健康体でもないので、食生活とか気をつけなきゃなって思った次第です。まあそんな話はいいとして、この自転車最近本当よく見かけますよね。YouTube でもこれの動画がだいぶ増えてきました。中には悪口言う人も少なくないのが実情です。悪口言ってるのは持ってない人が多いのかなって感じはしましたけども、で買ったばかりの人だったり買おうか迷ってる人たくさんいらっしゃると思いますけども、自分の動画見てね興味持ってくれた方もたくさんいらっしゃいます。そこで改めてこの自転車を振り返っていこうと思います。今までこれ系の動画で買う前に見てって こういうねサムネの動画だったりとか、あと乗らなくなっちゃったみたいな動画出して結構見ていただいてね、1動画10万再生とか超えちゃったりなんかして、まあ、自分のチャンネル的にはありがたいんですけども、まあ、それ見てネガティブなイメージ持ってしまった方も少なくないと思うので、ここで思いっきりねもう正直にこの自転車について改めて語り尽くそうと思います。動画のブロックとしてはまずこいつ買ってから、まあ、今に至るまでのまあ、なんていうんですか、こう履歴というか、それについてまず簡単に振り返って、でその後で今のこいつの状態、長く乗れないんじゃないかって心配してる人もいると思うんでね、その状態だったりとか、で最後にまあ買っていいのかみたいな、まあ僕が決めることじゃないんですけどもね、これ買いなのかみたいな、その辺を話していこうかなと、まあ総括をね最後に話そうと思います。ではまず購入時から現在に至るまでの振り返りなんですけども、まあ、購入時1年ちょい前ぐらいですかね。でメンテ等の履歴について話します。去年の春前、代理店のリアルショップで購入いたしました。でまだ恵比寿のストアとかもなくて結構早い方だったと思います。偶然通りがかって、でこれが店の前に置いてあったんですよね。で何これってなって、でその場で試乗させてもらって、でそれがきっかけでしたね。でその時に一応動画も撮ってるんですけども、まあ人の多い原宿で乗っててね、むちゃくちゃ叩かれましたね。お前みたいなやつは自転車乗る資格ないとか、もう散々低評価をされて、まあ今低評価は表示されてないんですけども、結構へこんだ記憶があります。あの頃はね、今と違ってそこまでいろんなことを気をつけてなかったんですよね。僕も YouTuber としてはまだ本当にやり始めみたいなところがあったんでね。で、まあそんな話はいいんですけども、で当時値段も早期割みたいのがあって安かったんですよ。数日間考えて、まあ、気になってやっぱりバンムーフもうすでに持ってたんですけども買っちゃいましたね。でちなみに組み立てとかもやってもらって、であと、ライトとあとフロントとリアのフェンダー、このリアキャリア、あとね2年保証とかそういったものがついて、30万しなかったですね。いいタイミングで買ったなって今でも思います。ちょっと今の値段見てみましょうか。あ、でも決済完了から1週間程度で配送となりますってことなんで、結構すぐ手に入るようにはなったんですね。で機械式と油圧式選べるようになってますね。油圧式の方がおすすめなんですけども、油圧式少し高いです。35万2000円、機械式は、33万円と。で走行距離なんですけども、これが選べないですね。選ぶってなってるけど選べない、80キロの方しか買えないです。で空張りがいろいろありますと。でもね、さっきこれ見てて思ったのが、結構ないやつが多いですね。これもない、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 結構ないですね。でもっと気になったのがここ、アクセサリーを追加するっていうのが全部これ在庫切れなんですよ。これ全部在庫切れで、アクセサリーなしで35万2000円なんですけども、アクセサリー入れたら多分40万とかそのぐらいになるので、僕が買った時よりも10万円以上高くなってますね。でまあ僕はこれ買ったわけなんですけども、その一方でいろいろ買う前ぐらいから結構いろいろ調べ始めたんですよ。でその時すでにクラファンで注文してた人たちがいるってことを知りました。その人たちが自分たちが届かなくて、で私がこれ買って、そのクラファンのことをね動画でネタにしてたっていうのもあって、結構私にもかなり多くの嫌がらせというかね、中にはもう誹謗中傷みたいなメッセージとか DM もいっぱい来ましたね。少々落ち込んではいたんですけども、まあ、そんなこともあって SNS に慣れたっていうのもあります。
本当にお前が買ったから俺たちの分がそっちに優先して殺走されちゃったじゃないかとかね、もうむちゃくちゃ言われてましたよ。で、後からクラファン分は別工場が作った別物だってことが発覚しました。クラファン分って結局全部届いたんですかね。もう全然情報追ってないですけど、てかあの750の公道走行できないモデルとかも買った人たち結構いると思うんですけど、どうしてるんですかね。で、一つ言えるのは、やっぱりクラファンで珍しい電動アシスト自転車買うとかっていうのはもうやめた方がいいと思います。自分はメンテとか部品のことなんかもリアルショップに相談してから買ってます。とはいえですね、自分もライトなんかも半年以上届かなかったりして、だいぶ前の動画でも話してるんですけど、最初の半年ぐらいは本当に乗らなかったですね。もう月にもう一度とかしか乗ってなかったですね。だから最初の半年ぐらいは本当に買わない方が良かったかなって正直思ってました。でも最近はライトとかキャリアとか、あと今つけてないけどね、こうリアボックスつけたりとかして便利になったんで、扱いも慣れてきたっていうのもあってね、以前より頻繁に乗るようになってます。駐輪場をたくさん見つけたっていうのもあるし、あとはなんだろうな、こう実際の航続距離なんかもなんとなく分かったっていうのもあって、結構乗ってますね。これに乗って、動画にもしましたけど、これに乗って松戸行ったりとか、あと八王子行ったりとかね、先日も調布の方行ったりとかして、非常に快適ですねっていう感じの1年間でした。で、こいつの状態についてなんですけども、まず走行距離どのくらいか見てみましょうか。ね、6000キロ強ですね。このメーター、さっきのねディスプレイに表示されているのが正しければ6000キロちょっとぐらい、あんま乗ってないですね。で、バンムーフはね、本当余裕でこの倍以上乗ってます。まあ最初の半年ぐらい乗ってないからっていうのはありますね。で、メンテナンスなんですけども、基本的にお店でやってもらったことはないかな。で、一応防犯登録とか、あの TS 保険加入させてもらった知り合いの自転車屋のおっちゃんには、これ買ったから、まあ何かあった時はお願いしますとは言ってありますけども、今のところお世話にはなってないですね。あのバイクと違ってシンプルだからね、別にどうもこうもないんですよね。で、本当はね、もっといろいろカスタムしようかななんて思って買ったんですけども、結構なんだろうな、こういじると折りたためなくなるデメリットがあったりなんかして、ほぼほぼいじってないですね。あのフェンダーは嫌なんで外しちゃいましたけど、あと重さにも慣れました。オートバイ昔から乗ってるんで、それに比べれば全然軽いし、二輪に関して自転車しか乗ったことないような人たちは慣れるのに少し時間かかるかもしれないですね。で、あとは航続距離問題も、まあ往復5、60キロ程度だったら全然アシストも強くしたまま出かけてますし、バッテリー増強に関しても一時考えたんですけど、まだ買うには至ってないですね。例えば 17.5Ah、840Wh とかね、普通に売ってますけど、アリエクスプレスとかでね、売ってるんですけど、まあでも言っても2割ちょっと増しとかでしょ。で、あんま意味ないですよね。なんかバンムーフのパワーバンクみたいに今のプラス1だったらわかるんですけど、でね、このここに入ってるバッテリーがね、異常に重いんですよ。ちょっと何キロかわかんないけど、異常に重いんですよ。だからもう一つ買ってどっかに置いとくとかっていうのも、どっかにね積むみたいな、ちょっとそういうレベルの話じゃないんですよね。で、基本的に自動車に積んでどっか持っていくとか以外は、本当に基本的には23区以内専用マシンって感じですかね。で、まあこの動画の総括なんですけども、まあいろいろ僕もね、いいこと悪いことたくさん語ってきましたけども、まあ、買っていいのか問題ないのかっていう話、当初ね、これは壊れたら直せないとか、そもそも違法なんじゃないかとかね、もう買って大丈夫なのかなっていう迷ってる人たくさんいますよね。まあ、クラファンに関して僕は知らないですけども、もう代理店とかリペアショップとか、まあ、いろいろ増えてますし、安心していいんじゃないのかなとは思います。ただ、5年後、10年後は知りません。自分もそこまで気にして買ってないんですよ。正直、そこまで気にする人は国産のメーカーのを買った方がいいんじゃないでしょうか。非常に無責任な発言で申し訳ないんですけども、ただ、思ってたよりもちゃんとしてきたなという印象です。あとね、タイヤ一つ取ってもそんな安くないと思うんですよ。なので、本当お金使いたくないんだって人は考えた方がいいかなと思います。あとまだまだ、さっきのホームページ見てもわかりますけども、パーツがまだ手に入りにくいっていうのはありそうなので、その辺は要注意ですかね。
で一応合法ですし、普通に1年以上乗ってるし、まあいろんな芸能人の人とかも乗ってますし、もはや大丈夫だと思います。なんか警察に何か言われたとかも一度もないですし、ただ未だに今でもこれは違法なんだって言い切る自称自転車の専門家みたいな人はいます。で厳密に言うと歩道はダメだとか、まあ、設定次第では違法だとかってありますけど、なのでなるだけ無茶しないようにしたいところですよね。まあ、てかこの自転車に限らず、普通に電動アシスト自転車のリミッター切って爆走するなんていうのはね、簡単なんですけどね、でそういうのはやめましょうと。あとはまあ盗まれないかみたいな話、皆さん気にされると思うんですけども、正直何件か盗まれたって話聞きました。なので、ロックしましょう。あとこの鍵もね、取り忘れないようにしましょう。それでもやられるときはやられますけど。あとね、サドル盗まれたって人もいましたね。もうそうなってくるともうどうしようもないんですけども、エアタグ仕込むとかできる限りのことをしましょうと。あとはね、駐輪場、管理人のいる駐輪場を選ぶともう少し安心できるんじゃないのかなと思います。最近電動キックボードの法改正でもものすごく否定的な意見を言う人なんかも少なくないですけども、このファットバイクに関しても同様ですよね。なんでなるべく保険に加入したりだとか、路駐をやめたりとかっていうのを心がけるだけでも、よりね、市民権を得ることができるんじゃないのかなと思いました。ということで、ざっと1年振り返ってみましたけども、まあ自分はね、買って、まあ、楽しんでね、買ってよかったなって思ってますよ。まあこの先ね、どのぐらい乗れるか分かんないけども、引き続き楽しんでいろんなところに行きたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。